じゃあまた最初からか。多分あの3つ並んだドアが間違いの始まりだったというわけだな。左は外れだろう。真ん中かな。やっぱ一番遠いとこが正解な気がするけど、一応全部回ってみよう。敵もどうせ出ないしな。てかさ、教授のさ、あのもうお前は用済みだみたいな、あれが一番ショッキングではあったけどな。結局なんかその教授がさ、その罰を受けて、またどうせね、もうソウルアッカーズとかさ、ペルソナ2でさ、教授が自分の体に戻れてないってことは知ってるから、多分教授はこの現世、あ、戻ってきたか。現世に戻っても、え、自分の体に戻れてないってことかな、教授。どうすんだこれ。ここで一回戻って、一回出て、戻るみたいなパターンかな。このパターン好きだよな、ソウル博士じゃない、デビル様のあの、スタッフ。一回戻る、あ、来たんじゃないか。でも結構ね、普通にいいやつだと思ってたんだけどな、教授。そうでもなかったんだな。ハードボイルドが過ぎるんじゃないか。あ、これループしてるわ。ちょっと待ってくれ。あー、ダメだ。戻ってきちゃった。さっきの、ここ入って、ここは出て、戻って、出て、戻るということだな。これで進むはずだろう。出て、あ、来た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 。あ、まあまあ、色が違う方入るわな、そりゃ。イベントか？お、ガキ。私は罪深い人間だったので、無限地獄に落とされたのです。急に？急に戦闘か、びっくりした。まあ、普通にガキだからぶん殴りゃいいだろう。すげえな、こいつ。完全になすび。五花神炎線一発で殺せるぞ。あの、打撃力に定評のない五花神炎線。弱いことで有名な五花神炎線の一撃だ。弱すぎる。まあ、ガキだからな。そういうイベントか。お、これは進むか。来た来た来た。あ、無限地獄短かったな。なんで期待させといてまたパワースポットかよ。無限地獄短かったなってもう完全に終わらした気でいたわ。まあどうしよう、悪魔引っ込めてもいいぐらいな感じには思うけど、どうすんだろう。ここ来たけど外れか。そしたら、でもまたここ入んの。ここに入ることでまた新しいとこに飛ばしてくれてんのかな。いやいや、戻ってきてるよ。なんなんだよ。じゃあここは外れ。じゃあここの道で何か模索するしかないのか。これやばいな。あ、敵出る。普通に出た。なんだこいつらか。普通にぶっ倒していきましょう。やっぱ地獄だけあってダーク悪魔しか出ないっぽいな。今なんか3連続で襲いかかられたけど、あ、ここ1回入ってで出て戻ってみるか。ここに戻ってみる。これはどうだ。いや、でもさらにもう1回戻るみたいなこともありそうだしな。あ、ちょっと霊が、あ、ここは来てないか、ガキ。もう最初だよ、ここが。ってことは1個目のとこで戻んなきゃいけないっけ。それやらなかったっけ、そのパターン。もうどのパターン試したか覚えてないよ。ここ入って最初のワープで出て戻る、やった気がするんだけどな。これで、これでまた戻るとかかな。一回進んでみるか。あ、でもこれでさ、何回目か。あ、戻ってきてるわ。ってことは2回戻る。2回連続で戻るパターンを試してみるか。なんなんだこのダンジョン。もう全然カットしていいな、こんなのな。特に敵も見どころなさそうだし、どうせ仲間にできねえしな。戻って、飛んで、出て戻る。これでどうだい、さらに戻る的な。何回やれんだよって話だな。ここ戻るっぽい気はするけどね。
あ、そうか、マップ見れるのか。あ、マップ見れんだ。そうだ、ここマップ見れるんだよ。なぜ俺見れないって思ってたんだ。さっきの疑似アストラル界のせいでな。ということはなんか入ってないとこあるな、普通に。一回戻ってみるか。なんか入ってないドアがある。あ、来た来た来た。これで、あ、そういうことか。この三つのが違うやつだったのか。うわ、これはマップ開いときゃよかったね、さっき。このタイミングで。そしたら普通に気づいてたんだろうな。これはじゃあミスリードさせるってことは、これがおそらく開くんじゃないかな、このドアが。なんだよ。じゃあこっちか。うわ、これはややこしいな。そしてここから、別のとこ飛ぶのかな。おー、来た来た来た。来たけど、これどうせここ出ちゃうと、さっきの一方通行のように出るだけだから、マップだけ埋めて下がってまた入ればいいんじゃない。これで入れないとこ入れるはず。あ、来た来た来た。で、ってことはこれまた出ちゃうと、あれだから、これにまた入り直す。いかん、ワープを極めてきたな。無限ワープ地獄を極めし者。ほら、正解ルートでしょ、これ。これはおとなしく入っていいはず。また来たか。うわ、また来たよ。どんだけ3択、あ、2択か、今回は。あ、どうしよう。まあ、迷ってもしょうがないしな。まっすぐ入るか。来い、正解。アイテムも何もないしね。あ、正解っぽいぞ。袋小路に出た。ここもおとなしく入るか。なんでこの網だくじみてえな。あ、でも待ってな、すげえ気持ち悪いよ、ワープの数が。じゃあ今度はこっち入ってみよう。もうどんだけ飛ばすんだよ、わけがわからなくなってきた。お、来た、イベント。あ、一発で正解いったかもしれない。全然一発じゃねえけど、ある意味一発だな。途中から一発だな。おー、来た来た。またかよ、また死んだのか俺は。何回カロンの登場シーン見せられるんだよ。スッと出てこいや、お前も。わざわざ鼻ビローンって広げなくてよ。はいはい、カロンさん、カロンさん、助けてくれ俺を。もう現世の人間みんなに見捨てられたわ。やっとクミコのさ、素直な気持ち聞くことができたのに、その後無限地獄をくぐり抜けきたりしものか。割とそんな時間かからなかったっすね。その後は足つり岬であった魂、その後に通る。自らの体を取り戻すことのみにこだわるか。のみっていう言い方はめっちゃ気になるけど、どういうこと。体には別にこだわってないっすね。むしろ教授の体でもいいから生き返りたいもんな。っていうことは、のみってことじゃないのか。脳か。別に俺自身、あんな無職の体より、教授の体の方がいい。脳でいこう。その後を確かに無限地獄をくぐり抜け来たりし者と認めよう。これイエスの方が気になるな。イエス選んだらどうなんだろう。もう一回無限地獄をくぐり抜けてこいみたいになるのかな。その後の死についたし、死について真実を話そう。その後の死は恋にもたらされた。実は手を下したのこの私だ。お前なんてことしてくれるんだ。そしてそなたの死を願ったのはクズノア教授。どういうことだ。こいつら繋がってたのか、裏で。彼はシドデビスの手にかかって死に、魂は疑似アストラル界に閉じ込められた。そのためデビルサマナーとして働けなくなった彼は一つの手を打った。そなたがシドに殺される直前、私にそなたの魂を抜き出す。お前がやったのかよ。あ、じゃあ、シドがガチで殺そうとしてたのか。シドの術にかかったんじゃなくて、カロンが俺の魂を抜き出したのか。自分の体に入れさせた。そなたの魂を自分の身代わりにしたのだ。ちょっと意味がわからなくなってきた。すべてはデビル様らの使命を果たすため。とはいえ、足摺岬。そなたが犠牲になったことには変わりない。かわいそすぎるだろ、俺。だが、そなたは無限地獄を自らの力でくぐり抜けてきた。ならば、三途の川を逆に渡ることを許そう。クズノア教授の魂を聞こえるか。カロンよ、俺は今忙しい。なぜ俺、こいつはあれか、もう完全にアストラル界から出て自分の体に戻ってんのかな。憎たらしいやつだな。俺こんなやつだと思わなかった、教授。なぜ足取りがそこにいる。無限地獄を抜け出してきたのか。お前俺のこと甘く見すぎなんじゃないか。魔法が使えないからつってさ。ところでお前はまだ自分の体に戻れないのか。本当だよ。うるさい、もう少しだ。
もう少しなんだ、もう少しで俺は俺の体を取り戻せる。ちょっと見苦しくなってきたな、教授。いい加減に諦めるのだ。残念ながらお前の魂は体と離れすぎてしまった。もう戻れまい。ざま！お前は本当に死んでしまったのだ。ところで、アスティ岬の魂は自力で無限地獄を抜け出してきたぞ。お前はこの若造に自分の代わりなど務まらないと言っていたが、あながちそうとも言えないのではないか。そうだな。今後俺がクズマ教授として活躍していくから。お前が元に戻れない以上、アスティ岬の魂に後を任せるしかないのではないか。黙っちゃったよ、こいつ。黙っているところを見ると、自分が元に戻れぬことを思い知らされたようだなと。でも一応教授は、そのデビルサマナーとしての仕事はやらなきゃいけないみたいな使命感はあるのか。俺に全部押し付けたとはいえ、クズナ教授の体に向かい現世と戻るがよい。ありがとうございます。いや、なんでこいつはさ、カロンはさ、そんな教授に言われてさ、魂抜いちゃったんだよ。かわいそうだとは思わんのか。で、その罪悪感があるから、こうやって戻してくれるのかもな。教授、教授、もうその名前で呼ぶのやめてくれ。今後俺のことはアスズリミサキと呼ぶように。もうカロン公認、カロンと教授公認でね、この体俺のものになったんで。あんたが疑似アストラル界へ向かってからいろんなことが起こったわ。旗の組子はどこかへ行ってしまったわ。まるで何かに取り憑かれたようにね。あれか、本を取りに行ったのかな。あんたが突然うなされ出したんでびっくりしたわ。最初はコインロッカーがどうとか小声でつぶやいてたのね。あ、じゃあ組子もコインロッカー行ったのかな。それがだんだん大声になって、俺は元に戻る、俺は元に戻るって言い続けていたわ。教授が入ろうとしてたんだな。見苦しいやつね。大丈夫、立てる。とにかくあんたのオフィスに連れてくわ。いやー、久々に霊に会ってちょっと安心したわ。なるほどな。結構意外だったな、このシナリオ。まあ感謝してよね。これで博物館の借りを返したなんて言うつもりはないけどね。なるほどな。これで教授がじゃあ、いや、なんで自分の体に戻れないのかっていう意味がやっと分かりましたね。ソウルハッカーズペルソナ2とやってきてよく分からなかった部分がやっと分かった感じだな。ちょっとセーブしよう。さて、どうしようかな。一応レッドマン、最近レッドマン俺のこと見てねえからな。まあ念のため見ときますか。レッドマンのメール、いろいろね、そのアストラル界でさ、事件が起こったからさ、レッドマンも気づいてるんじゃない、こっちの異変に。メンテ中かよ、ふざけるなよ。じゃあコインロッカー、どうせすぐ近くだから行ってみるか。さあ、レイは、あ、よかった、レイが戻ってる。レイまさか丸裸とかなってないよな。予想通りだったわ。なんとなくそういう気がしてたよ。あ、教授の装備俺持ってんのか。そうか、そうか。ちょっと待てよ。教授の装備もらったっつってもさ、そんな強いのもなかったからね。銃ぐらいパクっとくか。バスターショットぐらいパクっとくわ。あと別に劣化するだけだからな。売り払うか。もはや用はないからな、あいつに。コインロッカーどこだったっけ、これだっけ。なんかね、やたら100円玉が出てくる、無限のように100円玉が湧き出るコインロッカーなんでね。あっ、やべえ、クミコの誕生日調べてくればよかった。ちょっと待ってくれ。誕生日だから1300はないな。1521もない。1月30か。7月30にもないから、1月30か。これ優しいシステムだね。1月30日か、クミコ誕生日。これで開いちまうのか。ちょっと待ってくれ。大丈夫かな。これ何もゴーマレンとか先に言っときゃよかったかな。イベント進めちゃって大丈夫か。おー、普通に本だけ入ってる。なんでロッカーに入れたんだ、クミコも。日本古代文明論の本を手に入れた。てか、クミコはここに来てると思ったけど、来てないんだな。中には、東教授が書いたメモが入っている。メモにはこう書かれている。天高く、鳥が舞う丘より、地の底へ石の線を回し、水を抜け。全く意味がわかりません。教授のメモを手に入れた。場所を示してんだろう？もう一回見せてくんねえか、今のメモ。あ、納品とか。アイテムで見れるかな？ちょっと待てよ。ノーヒントとは思わなかった。イベントアイテム。天高く鳥が舞う丘。これあれだろ、ひばりが丘だよな。地の底へ石の線を回し。ここがもうわからん。水を抜け。地の底って言ったらでもあれだよな。地下水道があるけど。石の線。地下水道全部回ったんだっけ？あと一個ぐらい回ってなかったっけ？
あれ、とりあえずどうしよう、久美子探しに行くか。一応占い場は一応あっとくか。先に5まで行こうか。5まで。久美子は気になるけど。やばいことになってきたわね。私はしばらくどこか逃げ出すことにするよ。何が起きてんだ。結局あの逃げてきたシドとまた戦うことになるって感じなのかな。ビクトル何か知らないか。どうやらお主も本物のデビル様ならしくなってきたようだな。だいぶ体にね、魂が馴染んできてるみたいだからな。いよいよ大詰めだ。強い悪魔をたくさん連れてこい。私の合体でさらに強い悪魔にするのだ。これ楽しんでるなこの状況を。一応見ときますか。今回ね、コンプが満タンになるまで仲間になってるからね。さてさて、まずは、真正面見とくか。あ、全部同じ。あ、役者の仮面だけ特殊か。役者の仮面。対火炎か。力に運に。微妙だなすげえ、バルログみてえな。バルログみたいだな、このグラフィック。かっこいいけど、あんま意味ないか。黄泉の外光。闇防具。これ闇防具とさ、早期眼。闇防具。これ闇防具シリーズで揃えたらなんかめっちゃ強いみたいな、そういうことなんかな。でもさ、相性闇って言ったらさ、なんか、ハマクだったら即死みたいな、そういう感じじゃないの、多分。あんまだからね、作る気はしないよね。まあいいか、今回は。で、一応ちょっと合体していこうかね。足釣りのレベルが60か。大台乗ったね、60か。サンダルフォン作れる。サンダルフォン作りてえな。ガネーシャ。ハヌマーンも作れる。ヤマタノオロチ作れる。お、増えた、増えた。ちょっと待って。ランダム作れるのか。あ、8万作れるじゃん。三神合体か。ちょっと待ってよ、レベル60。ちょっと待って。あれ作れんじゃない？なんだっけ。ちょっと待ってくれ。俺は今すぐ召喚、プロメテウスを召喚しなければいけない気がする。ああ、ただ今コンプがマックスなんで何か作ろう。とりあえず8万作るか。あ、そうだ、キュベレ。俺はキュベレを作らないといけないんだ。ちょっと待っててくれ。ペリかな。きたー、魔人8万か。今回異例ではないんだな。いいね、8万。物理に強い浜向こう。マハジオンが100人切り、ジオンが芝生、結界クローズディ。まあ、普通に作りますわな、こりゃ。8万。これあれじゃない？やっぱ義経になんのかな？ピスタチオと合体したら。これは期待ができるね。出た。我は8万魔人なり。そなたに加勢して死んぜよ。これはちょっと待ってくれ。ピスタチオと合体できるの？もう。ちょっと待って、普通のピスタチオだ。レベルが足りないってことか。ピスタチオのレベルを上げなければ。よし、今ちょっとね、急いでパラスアーティナとプロメテウスを召喚してきて。キューベレね。これがやっと作れる。あ、作れないじゃねえか、まだ。レベル62じゃねえかよ。あと2足りません。ちょっと待ってくれ。やっと作れると思ったのに。くそ焦って今プロメテウス召喚してきたのにな。ちょっと無駄になってしまった。あと2か。くそ、もうちょっと迷っときゃよかったな、ダンジョンで。マジか。ちょっとじゃあ他の作るか。しょうがね。出た、サンダルフォン。メギドか。電撃反射剣技に強い浜向こう。メギドマハジョンがハンマ、天罰ディアラハンメディアラマ。天罰ね。天罰はあれかな、ソーラーカーズと同じ天罰なのかな。割と強いよな。そしたら、サンダルフォン。サンダルフォン作っちまうか。いや、作ろう。でもガンガン強いの作っていくか。やっぱあれだな。パラスアテナは合体材料としてめちゃくちゃ優秀ですね。きた。
私は大天使サンダルフォン、あなたは主として力戦することこの名にかけて誓いましょう。いいぜ。ヤマタノオロチ、真空波使えるね。真空波欲しいし、性格も中性度上がりやすいやつだから真空波が普通にボス戦で使えるでしょうね。作っちまうか。竹見和地が素材になっちゃうけど、まあ、竹見和地もだいぶ頑張ってくれたからね、回転切りで。今回どうだろう、8万サンダルフォンあたりをメインで使っていく感じになるのかな。だいぶあれだね、ロー寄りのパーティーになってきたね。来た、俺様は竜王ヤマタノオロチ、この俺の力見せてやろう。結構イケイケじゃないか。じゃあ、あとガネーシャ作っとくか、レベル60。このね、自殺反射電撃に弱いだけど、まあ無動音とランブルラッシュで頑張ってくれるんじゃないかなと。性格も上げやすいしな。無動音がね、結構、まあ、ピスタチオが無動使いとして頑張ってくれたけど、割と無動が役に立つ場面が多かったからね。まあ、性格上げといて、中性度上げといて、無動打ってくれるって感じでもいいのかもしれない。我はガネーシャ・ヨーマなり、そなたに加勢して死んぜよ。いいね、だいぶパーティーが一新されてきたな。よーし、まあ、こんなところでいいか。いや、だいぶ強化したでしょ、これは。あとレベル2上げたいな、早く。キュベレを仲間にしたい。もうそれでもうだいぶ役者が揃った感じをしてくるな。どうしよっかな。とりあえずクミコ探しに行くんだろう。結構割ともう大詰め感があるしな。あ、ここはまだ人いるんだな。割とみんななんか危険を察知して逃げ惑ってんのにな。こいつらもうそんなの気にせず踊り狂ってんだな。世界が滅びるまで踊ってんだろうな。能天気集団だな。あと、え？臨海公園でダサい男と歩いてるの見たけど、中央区で黒ずくめの仕事だ。シドじゃねえかよ。ちょっと待ってくれ。肌の組子って男の趣味良くないわね。組子のこと知ってんだな。中央区か。意外なとこで意外な情報もらったな。でも次がね、ラストダンジョンの可能性あるからな。一応なんかイノセンスとかも客が全然いなくなってたしな。武器ボグ買っときますか。一応ね、ラストかもしんないからピスタチオをさ、レベル上げて義経にしようかなって思ったんですけど、全然マグが足りなくて、この中途半端なマグではね、悪魔召喚しまくって食わせまくるっていうのができなかったんで、一回ラスダン行ってまた引き返してくるみたいな、そういうのが、お、変わってんじゃん。カラミティヘルム、すべての攻撃に対する耐性。いいね。メギンギョルズ、物理耐性か。電撃吸収、物理耐性。どうだろうね、物理よりすべての耐性の方が強いのかな。結構足摺岬の死因はね、撲殺が多いんで、大体死ぬとき殴られて死んでるからね、前回のあの指導戦のときも仲間にボコボコに殴られて死にかけたんで、一通り、まあ、買っとくから全部。まあ、上がるしな。まあ、物理耐性の方にしときますか。じゃ、これで。あ、全部変えたか。じゃ、装備しましょうかね。五箇新遠征もな、なんか、結構チートじみてたんで、どうしようかな、外そうかな。あ、ちょっと待ってくれ。弱くなってた。あれ、なんか買ってなかったっけ、俺、ここの。なんか足装備変えてないのか、単純に。混合の具足、カマミティブーツあたりが変えてないな。ライジンググラムも変えてない。あれだ、アイテムいっぱいか。ちょっと売ろう。ライジンググラブ、これ物理耐性ね。で、混合の武装、おだいぶ強くなるね。いいんじゃないか。あとはカラミティクロー、電撃吸収、カラミティブーツと、おカラミティ装備で揃ったね。オリハルコンパタオリハルコンパタって何、パタってなんだ。
オリハルコンパターみたいなことなのかな。パタっていう武器があるのか。プラズナーソード、サンダラーコルト、別にいらんか。うん、いいな。ただ五箇新沿線だけちょっと装備を、まあ、ボス戦の時だけでいいか、変えるのは。雑魚戦の時はもう普通に五箇新沿線で行こう。一応アイテムも買っとく。今まであんまりアイテムは使ってないけど、まあなんかもうすでに懐かしいもんな。ちょっとラス弾だということを考慮して買い足しておこう。ある程度いらんちゃいらん。あ、でもディスチャームとか大事だろう。前の指導戦が結構やばかったしな。ゲオ覚醒も買っとくか。金がもう有り余ってるからね。一応これでマグを買ってピスタチオにつぎ込もうかと思ったんですけど、43万でしょ。そんなね、多分マグ6万マグとかぐらいまでしか増やせないから、でも全然上がらないんだよな。もっと一気にドカッと上げたいっていうのがあるからね。どうしよう、金魚服とかも買っとくか。出し惜しみせずにもうバンバン買っとこう。この辺とか深海服買っとくか。7つぐらいそんなに使う予定ないんだけどね、まあ、ただせっかく足釣りの足が速いからこの辺はまあ使い勝手はいいはずだ。まあ十分でしょう。ハンゴンコウとか売ってないんだな。ハンゴンコウがあったらぜひ買いたかったけど、こんなとこか。準備としては一応ひばりが丘一回行ってさ、ちょっと久美子の実家行っとくか。両親に挨拶しとかないとな。いるか久美子。一回ぐらいこう立ち寄ってる可能性もなきにしもあらず。畑の久美子の家、あ、普通に入れるじゃん。入れないんかい。何にもなかったひたすら何もないだけだったな今。中央区ってもなんだろう、どこ行けんだろうな。お、誰かいる。久美子ちゃん見なかったか。市役所職員、今日も一日しっかり働きましょう。お前の市役所大変なことになってるぞ今。へぇ、入ってほしい。あ、公園だけまだ入ったことないか。ここにいんのかな。おー来た、シド。お待ちしていましたよ、クズノハさん。いや、足摺岬さんとお呼びした方がよろしいですか。いや、クズノハ、いや、足摺さん。ここにいるあなたのガールフレンド、畑野久美子さんには危害を加えませんよ。どうせエロいことしてんだろ、お前。久美子さんを返してほしいですよね。返してほしければ私の言うことを聞きなさい。うん。あなたは本を手に入れましたね。本にはメモが入っていましたね。メモをよこせとは言いません。ほう。メモに書いてあることを実行しなさい。そうすれば彼女は自由になれるでしょう。わかりましたよ、ナシズリさん。ここは別に俺はぶっ殺してさ、メモを奪った方が早いと思うんだけどな。彼女は公園の林の奥で自由にしてあげましょう。まあ、でも、前回戦って直接対決によって俺の強さを思い知ったから、この人質作戦に出たと。そういうわけだ。俺の弱みを握りやがって。これどうなんだろうね。このデビルサマナーとしてはさ、クミコを見捨ててさ、今あの指導もクミコごと吹っ飛ばすっていうさ、そういう選択肢が正しいようにも感じられるんだけど。じゃ地下水道でいいのかな。一応もう一回確認しとこう。つってもね、ひばりが丘で行くとこっつったらもうあれでしょ、地下水道ぐらいしかないもんな。天高く鳥が舞う丘より地の底へ石の線を回し水を抜け。これどうしよう、天道天山帝がさ、また別の男女とかなってないよな。これ別男女になってますみたいな。地下への階段が続いてるみたいな。それはないか。したらもうあとは地下水道しかないから間違いないってことでしょうね。行くか、ひばりが丘地下水道。よし、ここはそうか、最後の地下水道かな。他の地下水道は全部回ってるからね。ここが最後か。まあ、ちょうどいっちゃちょうどいいな。あ、全然悪魔の、出す悪魔とか何も考えてなかったけど、まあ、ケルベルスピスタチオで十分か。行きましょうか。そんな強いのは出ないからな、地下水道。一応8万は、100人斬りって技があったと思うんで、それが多分全体物理魔法、全体物理技だと思うんですけど。これか、マスジェノサイド。ああ、強い強い。でもあれだな、 HP の消費激しすぎるな。ゴリッていったもんな今使った瞬間。ちょっと8万8
8まで100人切り減りすぎなんですよね。ちょっと一応確認しとこう。8万、 HP161 とか使うのか、まあ、いいけど、サンダルフォンとどっちがいいかっつったら、まあ、サンダルフォンも天罰とかなんかガンガン打たれても困るしな。8万でいくか。まあ、回復してきゃいい話だし。ガネーシャ、ガネーシャランブルラッシュってどうなんだろう、強いのかな。オロチ、まあ8万かな、せっかく作ったしな。せっかく作ったからなんか義経の材料だけで終わるっていうのもちょっと悲しいしね。今回ね、一応義経を作ろうかなと思ってまして、一応ソウルハッカーズやった時はあのジャンヌダルクを、ジャンヌをね作ったんですけど、まあもともと義経は作りたかったんだけど、ちょっとジャンヌで妥協したみたいなとこあるからな。今回しっかり義経にしていこうかなと。まあ、階段か。ん？下りいいだろ。まあ、地下水道はもうあんまり大したことないからな。まあ、バンバンカットしていくか。まあ、大したことも起きないだろうし。